はい、ハッピー世界線の皆様、こんにちは、竹千代です。はい、なんでこんなにテンションが高いかというと、今日は開封動画でーす。ということで、本日は開封動画になります。前のね、動画でもちょっとお知らせした通り、今ポケットサイズですね、フランクリンプランナーのポケットサイズを、メインのね、よいしょ、システム手帳として使っていたんですけれども、ちょっと待ってね、袋の中に入ってるからね、よいしょ、こちらのポケットサイズを今使っていたんですけれども、こちらの中身ですね、もうほぼほぼですね、英語学習用になってしまいましたので、この中身ね、中身がもうほぼほぼ英語学習になってしまって、全然ね、こうパーソナルなことがね、何も個人的なことが何も書いてない手帳になってしまったので、いや、これじゃあね、いかんと、もっとプライベートなこともガンガンね、いつもみたいにライフログとかね、いろいろ書いていきたいんじゃ、ということで、じゃあ書いていくんだったら他の手帳をね、ちょっと買うかということで、今回購入いたしました手帳を今から紹介したいと思います。まあ、いつもだったらここにね、もう最初から箱を置いてるんですけれども、今回のはね、箱を置いた時点で分かっちゃうのよ。なんで、ちょっと今回はね、この皿の状態でね、この桜クラフトラボ005のね、こちらのホワイトちゃんがね、あるところから始めさせていただきました。ということで、今回購入した手帳なんですけれども、こちらです。じゅんじゅくじゅんじゅんじゅーん。メモリスト、ということで、今回購入したのはメモリストの、こちら書いてありますね、スプリングスイングバイブルサイズネオシステム手帳になっております。まあ、ネオシステム手帳のシリーズの中の、スプリングコレクションの中の、スプリングスイングという柄のね、ものを買いましたので、ちょっと今から見ていきたいなと思っております。で、ネオシステム手帳なんですけれども、かわいい。かわいい。見てくだちゃい。箱もかわいいけれども、すでに中身かわいい。こちらのですね、ネオシステム手帳のシリーズなんですけれども、メモリストのもうコレクションってね、まあ、今3つか。まあ、1つはもう前々からある、システム手帳。合皮とかではない、システム手帳のタイプですね。ノートタイプの手帳があって、もう1つ、デュオシリーズっていう、すごくシンプルなね、単色のシステム手帳がもう1つあって、で、プラス、こちらのネオシステム手帳っていうシリーズがあるんですけれども、このネオシステム手帳のこのシリーズに関しては、1回限りの生産と。だから1回限りの生産で、で、それで売り切れたら、もう次は再販はなしっていう特殊なコレクションになっております。なんで、こちらの、今回購入したですね、このスプリングコレクションのこちらのですね、名前忘れちゃった、スプリングスイングもですね、在庫なくなったら終わりです。かわいい、見てくれ。まあ、スプリングコレクションとは言っておりますけれども、全然ね、スプリング、まあ、春以外にも通年で使えるものになっております。ただ、まあ、春に発売されたからスプリングコレクションだけれども、全然この柄的にはね、全くもってこう一年中いけると、もうめちゃくちゃ可愛いね。見て、この紅茶があったりとか、クッキーが、コーヒーかな？紅茶かな？クッキーがあったりとか、ご本とかがあったりとかさ、ここに鳥さんがいたりとかさ、可愛いですね。ちょっと水彩っぽいね、デザインになっております。で、私が買ったのはバイブルサイズですね。まあ、パーソナルサイズっていうのかな。でこちら開いてみると、もうメモリストのね、このね、システム手帳なんですけれども、まあ、購入したことある方はね、このネオシリーズを購入したことある方はもうご存知だと思うんですけれども、ともうそこここにね、いろいろな工夫がねあって、だいたいね、こういうね、ポケットの位置とか、数とかって結構ね、メーカーによって、まあ、似たり寄ったりみたいなね、ものが あるのが大体なんですよ。大体似てるんですよ。大体似てる。ただ、こちらのそのメモリストのこの手帳に関しては、これ本革ではないんですよ。本革ではないんだけれども、こうね、ちょっと脂肪感のある、ちょっと本革っぽい、この脂肪感をね、がある、合皮のものになっておりまして、合皮ちょっと待って、そこら辺素材ちょっと見て、素材で、マテリアルの方はちょっと見てみてください。そこら辺わからない。ただ、革じゃない、本革じゃないです。なんだけれども、このね、脂肪感でちょっと本革にもしてて、で、プラスで、そのポケットがさ、もう優秀なの。見て、ここ。1、2でしょ？で、ここにも入る。ここにも入る。で、ここもね、ここも入るの。ここも入るのよ。で、なんとこっちにも入ると。
どんだけポケットあんねんっていう話なんですけれども、これ内側が、まあ、この色自体はライトベージュのカラーになりますね。でポケットがこう2枚カード入れがあって、で1,2,3 ポケットあると。でここがね、私あの分子メッセ行った時に教えてもらったんですけれども、ちょうどねお札全然入るような大きさだったと思うんだよね。これね、ちょっと今私の千円札を取り出してみましたが、まあ今さ結構さペイペイとかね、そういうキャッシュレスの感じで払うカードとかでね決済する人が増えてると思うので、あんまりなんか現金持ち歩かないよっていう人いっぱいいると思うんですけれども、こんな感じでね、まあ千円札、まあ約千円札って多分15センチだったと思うんだけれども、こうやって普通にお札が入るようになっております。こっちにも入るし、こっちにも入りましたね。どっちにも入るかな。よいしょ。こんな感じで。結構こっちの方がね、ポッケが深いですね。で、ちょっとお札は取り出しまして、で、まあ左側にもこんだけポッケがあるんだけれども、右側にもポッケがまた1、2、3、4と、4つのカードのポケットがあって、ここも内側と外側ですね、ここと、ここで、別々のね、ものを入れることができます。ここは貫通してないです。もうそれぞれがね、独立したポッケになっております。で、こちらの可動式のペンホルダーね。これ可動式のペンホルダーは、だいぶ太いね、ものが入る作りになってますね。今。こちらがですね、プラチナのプレジデントですけれども、これもね、まあ大体万年筆とかってさ、今もう全然余裕で入りますけれども、こんな感じでね、普通にこうやって入りますけれども、だいたい万年筆って、入れるときね、よいしょ、ちょっと待って、よいしょ、ここまでは入ってもさ、ここのね、このキャップのさ、部分を乗り越えられなくて、ペンホルダーに入らないっていうことがね、多々あるんですけれども、こちらはだいぶ太軸まで入るので、大体のその万年筆とかカバーしてるんじゃないかなと。で、使わなければ使わないで、こういう風にもう限界までね、こう入れて閉じ込めることができるので、かなりもう、これほんとね、めちゃくちゃ閉じ入れるね。めっちゃ干渉しないですね。私はね、そう、これにね、合わせるためにこれを買ったのよ。こちらの、桜クラフトラボ005のコッパー、このね、別売りのキャップはコッパーにして、キャップじゃねえな、あれだ。あれ。クリップはコッパーにして、で、この中に、こうね、まあ本当は桜クラフトラボの005ってベージュ系のこういう色もあるんだけれども、ただ、同じベージュ系よりもなんかホワイトの方がね、私まあホワイト系のこういうのも好きなので、かわいいでちょ。こんな感じですね。かわいいですね。すごくかわいいですね。で、一応、このスプリングコレクションの、私が買ったのは、こちらの、スプリングスイングっていうものなんですけれども、もう一つ、ドリームキャッチャーっていう、それはね、全体的に結構ピンクっぽいね。ここら辺にドリームキャッチャーってわかるかな？まあ、わかるよね。で、それが描かれているものになっております。で、いずれも、こちらなんですけれども、バイブルサイズとミニロックサイズの両サイズ、2サイズのね、展開になっております。ただね、ここがね、メモリスのすごいところなんですけれども、普通だったら、これのミニロックサイズって言ったらさ、普通に絵がこのまま縮小するだけだと思うじゃないですか。ただね、メモリストはちゃうのよ。ちゃんと、ミニロックはミニロックで、ミニロックってまあこのぐらいのさ、大きさなんですけれども、この絵をただ縮小するとかじゃなくって、ちゃんとミニロックはミニロックに合わせた、なんか画面でちゃんと作ってくれてる。だから、多分ね、ミニロックはね、ここら辺なかったと思う。このね、木のね、ここら辺の上っぺりの部分とかはなかったと思います。ミニロックはミニロックで見てみて。画像がただ縮小されてるとかそういうのじゃなくて、ミニロックはミニロックに合わせて、イラストの位置を変えたりとか、ちょっと切ったりとか、いろいろね、工夫されてるので、そこら辺をね、ちょっと注目して見てみてください。結構ね、それだけでね、印象が変わったりとかするのでね。で、リング系、さっき言ったっけ、20ミリですね。リング系は20ミリになっております。こんなね、感じのものになっておりますと。で、こちらがですね、本体自体はですね、210g かな。うん。なんで、そんな重くはないですね。全然重くないです。こんな感じですね。で、今回、こちらの手帳を買うのと同時に、リフィルもね、買いました。
のバイブルサイズのそのリフィルですね。もう一緒に買いました。で、これがですね、これがね、バイブルサイズの、これドリームキャッチャーのね、あのディバイダーですね。ディバイダーって何かっていうのはなんかカテゴリーごとにさ、いろいろなんかマンスリーとかウィークリーとかさ、いろいろ分けるときのなんか式みたいなね、感じで、分けるんですけれども、まあ、ディバイダーはまあ自分でね、自作してるよっていう人もたくさんいると思うんですけれども、私は、そこら辺はめんどくさいので、買いました。もうかわいい。ちょっとね、厚めの紙になっておりまして、このぐらいね。このぐらいの厚めの紙になっていて、で、このさ、中身もさ、別に、このね、スプリングスイング、スプリングスイングで合わせることもできたんですけれども、ただ私はドリームキャッチャーのこの柄もすごい好きだったのよ。だから中身はちょっとドリームキャッチャーのディバイダー入れたいなっていうことで、ドリームキャッチャーのこのディバイダーを購入していました。で、ここら辺とかさ、例えば、まあ、普通に、入れるだけでもね、めちゃくちゃ十分可愛いんだけれども、例えばこの裏とかはさ、シンプルなね、柄にデザインになってるので、例えば自分が今だったらさ、なんか自分がさ、何ちょっと気になったさ、フレーズとか、英語のこのフレーズとかこうやってね、貼っといたりとか、あとはここにさ、もうトゥードゥーみたいなね、入れて、付箋でペペペペペって今日やりたいこととか今月やりたいこととかペペペペペペって貼ったりとか、あとはもう直書きで、もう大切にしたい言葉だとかね、あとは推しのご尊顔のね、ステッカーこう貼っておくとか、なんかそういう風にいろんな使い方ができるので、これどうしようかな、私どれを前にする、これが前の方がなんか可愛いか。これを前にしようかな。で、プラスでね、他に買ったリフィルもございやしてですね。よいしょ。他にもあるんですよ、買ったリフィルが。今回買ったのが、こちらのコーネルノートのね、リフィルですね。こちらはですね、前メモリストのリフィル、ミニ6の時ですね。その時はまだミニ6を使ってたから、新作がバーってメモリストのね、リフィル新しいのが9種類ぐらいね、この間出たんですけれども、この間ってもう何ヶ月か前だけれども、出て、で、その時は私ミニ6にハマってたので、その時はミニ6のね、この新作のリフィルをほとんど全部買いました。で、今回はバイブルにハマってるので、バイブルのこのコーネルノートを買ってみました。だからこれはね、もう使い方とかはね、ライブとかでね、いろいろね、言われてたと思うし、見本とかがこうやってあるので、別にそれ見てね、書いてもいいし、私はこれはね、何人に使おうと思ったんだっけな。単語で使おうと思ったのかな。なんか、自分が使えそうな単語とかをここにバーって書いて、そこに横に意味書いてとかってね、やりたいなと思ってね、一応買ってみました。こちら、コーネルノートリフィルですね。あとは、プロジェクトプランナーね。このプロジェクトプランナーのリフィルはね、確かね、長沢にもあったような気がする。私、ミニ6のね、このプロジェクトプランナーのリフィルを買ったと思うので、今回はですね、私はバイブルサイズなんですけれども、こちら、まあ、長沢だね、取り扱いがあったと思いますので、ぜひぜひ見てみてください。そうなの、長沢はね、結構売ってたりとかするなんやね。ありがたいことにね。で、他の方は、メモリストの EC サイトがね、ございますので、もうそっからね、リフィルとかもたくさん買えます。手帳もいっぱい選べます。なんで、私は、この、閉じ手帳のこのベルトのタイプを買ったんですけれども、こういうベルトタイプがなーっていう人は、普通にディオシリーズってやつは本当に見た目がすごいシンプルでノートタイプなので、ここにゴムバンドね、つけてやったりとかしてもいいですし、あとは元々あるコレクションとか、元々その絵とかがすごいデザインがね、入ったコレクションとかもまだ発売しているので、そちらもね、合わせて見てみてほしいなと思います。あとはプラスで、これね、デイリースケジュールですね。デイリースケジュール。こちらちょっと開けてみようか。これもね、最近発売したものになっております。よいしょ。デイリースケジュールね。で、こんな感じで、私はこれどっち買ったんだ？これって英語バージョンなんですか？英語バージョンと日本語バージョン両方あったっけ？こういう普通のやつだけだっけ？ちょっと忘れちゃったわ。なんかね、リフィルによっては英語バージョンと日本語バージョンがあるんですよ。私はどっちを買ったか忘れた。あ、でもこれ、普通にあれだわ。日本語でも英語でも両方ついてるわ。だからこれはあれかもね。英語バージョンとか日本語バージョンとか、そんな分けることなく、このワンパターンは一つのタイプかもしれない。よいしょ。で、ここに、月、デイ、デイオブビークっていうか書くところがあって、ここであって。で、ここら辺とかも、まあ、トゥードゥーとかを書いてもいいし、今日の目標とかを書いてもいいし、で、ここら辺が4時から始まって3時まで終わると。で、この1日1ページで使える感じですね。4、5、
あ、なるほどね。あー、なるほど。これはめちゃくちゃいいですね。今何がいいかっていうと、これさ、普通さ、こういうさ、スケジュールのやつってさ、1時間1行だったりとかするじゃん。けどさ、結構さ、それ1時間1行だとさ、足りないときない？私基本足りないんですよ。1時間1行じゃ。この、で、今これを見たら、1時間につき2行あるので、これはめっちゃいいね。例えばだってさ、これもさ、まあ、30分で区切ることもできるし、あとはめちゃくちゃね、いろいろやりたいことがあったらさ、これビビビビビって2行がさ、パンパンに使って書いてもいいし、これありがたいですね。で、基本的にあのメモリストのこのこういうね、リフィルたちに関しては、まあ、万年筆のインクとかも使えないことはないけれども、やっぱボールペンとかがね、ボールペンとか、鉛筆とかそういうね、ものが一番いいんじゃないかなと思います。あ、これはね、もう挟みたいからちょっと挟みましょう。挟みたいのでもう出しましょう。全部使いますので。よいしょ。これは全部使いましょうと。あとね、買ったのがね、リフィルグね、デイリージャーナルですね。これデイリージャーナルも最近発売したもので、これはね、あの、インク、あ、これはやっぱりイングリッシュバージョンとジャパニーズバージョンがあるんだ。日本バージョンと日本語バージョンと英語バージョンの両方があるんですね。だからこっちはそのイングリッシュバージョンとか日本バージョンと書いてないから、多分これは普通にこのパターン一択だと思います。こっちだけですね。デイリージャーナルはイングリッシュバージョンと日本語バージョンがあると。で、一応開けてみると、これもね、最近発売したそのリフィルなんですけれども、すんごい開け方しちゃったよ。最近発売したリフィルなんですけども、もう本当にすごい開け方したね。どんな風に開けたのよ。ギッチギチじゃないの。ちょっとハサミでちゃんと切りましょう。ちょっとここのね、切り揃えるところはね、合わせたいからね、ちょっと合わせて。で、中身がどういう風になっているかって言いますと、よし、ちょっと開けてみますが、私はこれイングリッシュバージョンを買いましたと。開けてみると、こんな感じでね、まあ普通に、あの、月日書くところがあって、あと、ウェイクアップアット何時、あの、自分が何時に起きたか、あとは、スリープ何時間寝たかですね。あと、アラームのありなし、目覚ましのあるなしですね。私はいつも目覚ましはなしです。あの、自然にね、5時半ぐらいまでに起きるかな。で、モーニンググラティチュード。まあ発音できねえな。で、これがですね、なんだ。これ一日の、朝起きた時のありがとうってことですね。で、次が、something that would make today a good day っていうことなんで、今日はどんな日にするみたいな感じのね、ものになっておりますね。で、today's intentions なんで、今日の意向、今日、自分がどういう風な、感じで過ごすかっていう意識書くところかな。うん。で、次が、something I'm doing for myself, セルフケアということで、まあ、自分のために何かやること、例えばなんか、まあ、セルフケアとかいろいろ書いてあるけれども、なんだろうね、セルフケアって、まあ、いろいろあるけれども、例えば昨日なんか YouTube とかなんかで、昨日、おとといか、YouTube かなんかで言ったように、あの、私はいつもお風呂入って、たら体さすりながらねありがとうとかねいろいろ言うんですけれども、まあそういうのでもいいし、まあ他のねセルフケアでも別に昼これモーニングから昼までだからさ、いろんなセルフケアの方法書いてもいいんじゃないかなと思います。漢方飲むとかね、まあそんなんでもいいし、これ見本はなんて書いてあるんだろうね。見本のね、確かね、これはね、見本はですね、何が書いてあるかっていうと、 today's intention、 これ書いてあります。あの、私はですね、あれが読めないんですよ、筆記体が。筆記体でもないけど読めないね。ということで、まあね、おのおの考えてください。セルフケアね、考えてください。で、ナイトでしょ？ナイトがスリープ。まあ、寝る時間か。寝る時間？あと、起きる時間の予定書くのかな？で、あとは today was っていうことなんで、自分のその気分書いて、things、あ、コンプリッシュドゥトゥデイということで、今日成し遂げられたことですね、を書く項目と。で、また、グラティチュードが出ましたけれども、オブザデイということで、今日のトータルでのありがとうということですね。今日の、一日の感謝をここに書きましょう、みたいな、感じでございます。ここにね、詳しくね、書いてあります。ただ、イングリッシュバージョンを買ったので、全部英語ですね。当然ながら全部英語になっております。よし。ということで、じゃ、これもね、私はですね、絶対使いたいので、あ、ちゃんとあれだわ。デイリージャーナルはデイリージャーナルでちゃんと表紙みたいなものがありますね。じゃ、これはこれごとちゃんとやっとこうか。これも出しちゃうっていうね。全部出すんかいっていうね。
よいしょ、全部出していきます。一応こうやってね、メモリストのね、リフィルって大体こういう風に使えるよっていうのが、昔からね、昔からこういう風に、ちゃんと見本をね、つけてくれてるので、初めてね、リフィルを買って、初めてシステム手帳を買って、リフィルを買って、やり始めるっていう人でも、すごくね、わかりやすく始められるんじゃないのかなと思います。まずデイリースケ、どっちだろう?デイリースケジュールが最初の方がいいのかな?デイリージャーナルの方が最初がいいのかな?でもこれ最初にやるか。これ最初だね。私が挟みたい、鮭のカフェのこのやつ。よし、これをまず最初に挟むでしょ?挟んで、でも最初あれだな。アシュフォードのさ、バイブルサイズのさ、ハードケースリフィルをここに挟みたい。けど今すぐ出れない。なんでちょっと後回しにします。ということでこれやって、まず、このデイリージャーナルね、起きてからちょっといろいろね、朝の手帳タイムで書きたいこととして、こちらを入れときます。で、次、またディバイダー挟みます。で、デイリースケジュールですね。デイリースケジュール挟みます。で、こちらも挟んでと。あれだ、最初マンスリー入れなきゃダメだね。マンスリー入れなきゃ。マンスリーどこ行った?わしのマンスリーどこにいたの?マジでどこにいたの?あった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 。いろいろ落ちたな。よいしょ。えい。ということで、こちらのね、マンスリーと、あと今まで書いたやつですね。もうこの中に入れていきたいと思いますと。よし。これが書いたやつでしょ。で、これマンスリーね。ちょっと5月分まではね、入れておこうかなと思います。よし。いやー、いいね。かわいいでちゅね。よいしょ。こんな感じで、えい。で、最初はアシュフォードのハードケースリフィルにして、で、次にこのマンスリーが来るようにすればいいか。よいしょ。で、挟みまして、ね、これ挟むとさ、めっちゃ可愛くない？ここがね、動くようになるんだよ。このウィークリーの部分がね。で、5月になったら5月になったで、こんな感じで。これがレイヤーリフィルっていうやつですね。これはまあまあ、去年、一昨年あたりぐらいから発売されてるリフィルになっております。ただこれ通年発売してるわけじゃなくて、多分もうないかな。うん、ゲットできないかもしれないですね。で、あとは、これあったでしょ?これがあって、この見本は別にいいね。ここはいらないね。よし。普通の日記とかをさ、どこにやるかっていう話よね。これが1日、これ1枚で2日分書けるから、どうしようかな。この次に、この感謝ログとか入れとこうかな。よし。これ入れときまして、これもメモリストのリフィルですね。いやー、かわいい感じになってますね。めちゃくちゃええで。で、ここら辺に、あと付箋とかも入れとかないといけないね。付箋は重要だね。もうなんかさ、何付箋とかってさ、普段さ、システム手帳にこう入れてるときはさ、存在忘れて使わないくせにさ、やっぱなかったらないでちょっと不便なのよね。あとここら辺の使いたいリフィルとかあったんだ。トゥードゥーリストとか、もうここら辺後で考えよう。ちょっとこのクリップと定規を入れとこう。これはね、ちょっとブックマークとしても使えるので、このダヴィンチのクリップ&定規はちょっとね、中に入れときたいなと思います。よし。こんな感じでね。もうテッカテ、キラキラですね。私が見えてしまうよ。こういうとこに置いとく。ここら辺に置いとこうか。これね。置いといて。で、あとは、まあ、こういうね、ノート系のリフィルとか、あと、こういうトゥードゥーリストとかね、いろいろプロジェクトプランナーとかも買ったので、これも合わせて使いつつ、で、ここら辺にダヴィンチのこのリフィルを挟みつつ、よし。まあ、ダヴィンチのこのね、トゥードゥーのね、これでもいいんですけれども、あとなんかフランクリンプランナーのコンパクトサイズのね、やつもいいかもしれないですね。こういう、あるじゃん。こういうさ、こういうやつ。名前忘れちゃったけど、こういうやつがあるのよ。だからそれ入れてもね、良かったかもしれないですね。ちょっと後のことについては、いろいろね、何が足りないかな、何を足した方がいいかな、なんて考えながら、ちょっとやっていこうかなと思います。よし。ということで、じゃあ今日は以上かな。ちょっとスケジュールのこのカードだけ入れとこうか。よし。スケジュールのこのカードだけ入れといて、まあ、これはね、月間、もう月にやりたいこととかでもいいし、週間でもいいし、よし。よいしょ。
ていうような感じで、まあ、20ミリリングなんで全然余裕です。まだ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 たくさん入ります。で、こちらの桜クラフトラボを合わせて、まあ、全体的にね、ちょっと淡い感じのね、トーンになりました。もうめっちゃ可愛いね。とても可愛いよ。これテンションが上がりますね。なんか開いた時にね。で、一応これ開いてね、これ動画で見てもわかる通り、フルフラットで開きます。もう全くもう180度ペーンって開くので、書く時とかもやっぱフルフラットで開くって一番大事じゃん。もうさ、皮がさ、硬くてさ、こんな感じの開き具合しかないとさ、手で押さえつけてこうやって書かなきゃいけないから、それってね、結構、この中でね、リング内でこうやって書く人ってね、多分それがね、ちょっとしたストレスにね、なりがちだと思うんですけれども、そこら辺が全くないですね。もうフルフラットに開くので、書く時も、このリングの中にリフィルを入れたまんま、スラ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 書き続けることができると本当にありがたいことでございます。ということで、今日はこちらメモリストのネオシステム手帳ですね。こちらの開封動画でございました。ぜひね、興味がある人はメモリストのインスタグラムのね、アカウントから飛ぶのが一番いいのかな。一番簡単かもしれないですね。そこから飛んでいただけると、リンクが貼ってあるので、そこから飛んでいただけると、まあ、このネオシステム手帳のこのシリーズもそうだし、その両シリーズもそうだし、もうかつてのね、過去発売されたそのシリーズで在庫あるもの全部拝めたりとかするので、ぜひぜひ見てみてください。ということで、今日も見てくださりありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。バイチャー。